はい、フルズメイトチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、忍者マンジャパンでーす。はい、というわけで本日6月12日というわけで祭りだわっしょい忍者マンジャパンワンマンライブ、しかも本番直前というわけでね、コメントをさせていただくわけですけれども、まずは我ら忍者マンジャパンにとってですね、大ニュース、はい、新ドラマデュイ君です。お願いします、頑張ろうね、頑張ろうね、はい、よろしくどうぞ。というわけなんですけれども、忍者マンジャパンの方からいくつかお知らせがあるので、そちらの方耳の穴をかっぽじって聞いてください。はい、本日より物販で、12日よりですね、前回3月10日のワンマンタイトル未定の DVD が発売となっております。こちらはメンバーが手書きをしました4000円のオリジナルジャケットというのと別に2500円の通常版も出ております。よろしくお願いします。そして今後の6月7月の予定はリーダーから。はい、6月17日池袋エッジにてイベントに参加させていただきます。この日はゲストということですしね、あの7月の頭からパリに行きますんで、その壮行会も兼ねております。そしてパリから帰ってきた我々は7月28日、これはアートポップさんのイベントで渋谷オーイーストのイベントに参加させていただきます。やったー。そして続いての告知、はい、はい、8月20日にですね、ファンミーティングというような感じで、赤坂元気劇場というところで、はい、忍びの里フェスタという、まあ、ワンマンファン感謝デーみたいなライブがあります。これがあのパリのね、パリの裏話だったり報告会になっておりますので、お土産プレゼント会もあるよ。そうですね、楽しみにしていてください。そして9月6日に、なんとなんと次の忍者マンジャパンのワンマンライブが決定しました。これが池袋エッジさんで、はい、タイトルは隠密司令大至急ロックせよ。おっと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 、誰かの名前が入っている、誰かの名前が入っている。ですので、9月6日の忍者マンジャパンのワンマンライブもお楽しみにしていてください。はい、はい、そんな感じで、忍者マンジャパンこれからもどん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 走り続けていきますので、皆様どうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけで、心の闇にあくげる限り俺たちは走り続ける。我ら忍者マンジャパン。